皆様おはようございます。本日もマリオカート8デラックスの実況プレイ始めていきます。今日もね、一日頑張っていきましょう。カズマルクスと申します。1レース目は大丈夫 150cc のミュージックミュートシティですね。でコインしっかり回収してインつけないかな。てかロイなんでなんでロイに押されたんだけどな。こっちのが重量的には上なんですけど、さあ今日もねフレンドさんたくさん合流してくれて、前回と同部屋となっておりますので、最後までね、うわー緑コーラめっちゃ怖かった。ここさ、このスピン、あ、譲ってくれたね高評価さんやっぱちゃんと見てたんだ。そんな感じで、僕はですねマリオカートが大好きで、もう3度の飯より好きと言ってもいいぐらい、もうあらゆるねゲームをやってきたんですけども、マリオカートはもう本当に好きでね、毎日ね YouTube に動画をね投稿しております。日課として、そして日記としてね、将来の自分に残したいと思って動画投稿を、ね、続けております。もしね、皆さんも、良ければこの動画をね、日課として、ぜひね見ていただけると嬉しいです。わあ、今マップ見たら食らってたんだけどな、まさかのラグでしたね。ということでここね真ん中しっかり置いていきます。いいね、いい感じのところに置けたんですけど、赤コーラ大丈夫かな。さあこのボム置いてきたね。ここ絶対置くわ、絶対食らう、絶対食らうから。でさあ広げて、さあノーアイテムショートカットもしっかり決めていきます。ちょっとねワリオの持ってるコインがねなかなか見づらいんですけどね今の。さあしっかりダートスルーして3周レース、最終レース入っていくんですけど、4万レート迫ってきてるな、怖いな。スーパー解放していいね、いい感じのインツキはできてるんですけど、ここねスナイプされそうで怖いんだけど大丈夫かな。 OK、 4万レートが後ろから来ててめちゃくちゃプレッシャーになってるんですけど、一応ここね一落ちだからね俺自分。でバックスなしでワンチャン当たるかな、いや当たんないかな、当たったっぽい、当たってんか。さあ後ろから赤コーラ、うわ3打来たか、めちゃくちゃ迷うんだけど、多分復帰遅いからな、復帰遅いんでここはねしっかりスーパー解放して、アイテムしっかり取っていきます。 OK、 いいね。で最終レース、最初1レース目は、割りパターで1位取ることはできました。ありがとうございました。いやー、みるみるうちに後ろから4万レートの方がね、迫り迫ってきてたんでちょっと怖かったんですけど、サンダーも来てねどうなるか一時期わからなかったんですけど、なんとか、1位を最初ね取ることができました。はい、そんな感じで今回もね、前回と同部屋ということで、3万レートとかに4万レートの、レートがね高い方たちと、一緒に走っていきたいと思います。フレンドさんたちもね、楽しんでいきましょう。ということで、新理事まだ3択に結構出てきてるんですけど、未だにね当たってないので、まあ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 はい、続いてのコースは 150cc DS の、ワリオスタジアム、頑張って走っていきます。このコースはお任せから選ばれましたね。いや、このコースも全然いい、全然いい。1位スタートだからね、めちゃめちゃ強みです。頑張っていきます。さあ左のね、ぴょんぴょん跳ねてるキノピオさんたちも応援してくれてるんで行きましょう。はい、さあよろしくお願いします。アイテムしっかりここ取って、でこの先4枚あるんでしっかりここで回収していきます。 OK、 スーパー解放して6枚、ここでねじってジャンプアクションして7枚にして、次アイテム2つ、うわなんか今変な処理出たけど大丈夫かな。いや今の1枚取り逃し痛いけど、ここでしっかりテイク出していきますけど、ジャンプアクションして、うん、ミスったな、すぐ傷つけて、いやー今のもったいなかったな。ちょっとタイムアタック練習しないとね、このコース最近してなかったんで、こういうところで裏目が出てしまうんで、うわ間違えて前投げてしまったんですけど大丈夫かな。いや怖いんだけど大丈夫かな、ちょっと変な走行してしまったんですけど、ここでアイテムじゃない、間違えた、やばい、うわークラッチしたか。いやボム兵変なとこで投げてしまったんで、まあ、ここは、2周目頑張っていきたいと思います。前全員赤コーラ持っていたかな、前の方クラクションか。いや今のミスもったいないな、ちょっと最初結構良かったんですけど、わーバックスナー怖かった。とりあえずここ2つ取ろうか、キノコも持っててもよかったんですけど、ここしっかりテイク決めて、いいね、テイクしっかり決めていきます。そして昨日にですね、とまたリマさんが赤コーラ持ってるということで、しっかりジャンプアクション決めて、ここブレーキして当たらない、多分前投げた。いやここショートカットしてもいいかなと思ったんですけど、後ろ4位以降がかなりの差できてますね。ニスク決めて、ニスクではない、正真正銘キノコショートカット決めていきましょう。ということでインついて出させていただきます。ということで前のブーメランどうにか潰していきたい、どうしようかな、ここ前潰していく、 OK1 位出れた。さあここからなんだけど、しっかりここ2つ潰していきましょうか、しっかり潰して、低空出していきます、いいね。
さあタイムアタックっぽい感じの低空出たんじゃないかな。いい感じで、しっかりここね隙間に落ちないように気をつけて、さあジャンプアクション決めて、ここ2枚取っていこうかな。オッケー、うわ間違えてまた前投げたんですけど、あそこうオッケー、なんかバナナ食らったっぽいね。でしょ、でボム多分2人食らわないか。いやこれあナイスサンダー、ナイスサンダー、いや今の救いのサンダーだな。ちょっといやさっきねボムっていうかあれだな、あの前にスナイプしたバナナに P さんが確か当たってて、でとっさにね、なんだっけトゲ来てたからボムも置いて、なんとかね、ピンクゴールドピーチさんも、仕留めて、そしてサンダー、抜かされる直前で来てくれたんで、よかったんじゃないかなと思います。いやーありがとうございます。いや、このサンダーのね、来るタイミングによって本当、展開変わるから、そんな感じで、またミュート来たな。というか、今度は F0 2コース目、ビッグブルーが来てほしいんですけどね。オーマイゴーということで、11,140 レートの方いますね、ということで。続いてのコースは1位スタートから不利かな、このコースは。GBA マリオサーキット頑張っていきたいと思います。ということで、またちょっと話していこうかなと。あ、ジボケー。はい、まずはスタート決めていきましょうと。前張りしようかな、前逃げしようかなと思います。アイテムコインしっかり2枚回収して、ここは4位で、アイテム取れなかったか。ちょっとね、うわ、赤子ら怖っ。本日の撮影日が、10月の10日、重々ですね。肉の日みたいな感じなんですけど、10月10日の、木曜日ということで、あさってにですね、僕、関東埼玉済みなんですけども、台風がね、接近してるんですよ。台風19号が、もう猛烈な台風がですね、どんどん接近してるということで、もう進路もさやばいよね。もう台風の中心がですね、もう関東に乗る勢いなんですよね。いやあの進路はやめてほしいよね。なんか今までの進路とは違う気がするんですけど、いや皆さん台風対策はしてますでしょうか。いや自分ね、楽天でね、あのバッテリーを買ったんですよ。めちゃくちゃでかい1万ミリアンペアぐらいのめちゃめちゃでっけえバッテリーを買ったんですけど、いやいつかね使える日が来るんでしょうかと待ち望んでたんですけど、いや停電した時にね意外と使えるからね、携帯の充電したりとか。たださこれ動画編集できないんだよな多分。ノートパソコンあるから一応それでできるとは思うんですけど、ボム編持ってんじゃん、ボムちゃんそれ投げてほしくないな。いや多分置いてくるよね。しっかり注意しながら走っていくんですが、うわオーマイゴッド上がってきた、オーマイゴッド上がってきた、やばい、ブーメラン注意して。いやこれ全然1位いけるんだよなと、1位いけるんだけど危ねえ、こわ2つ取れるね。オッケー、ウルトラ貯めて、さあキノコ出たんだけどここインついて最後ケツつけてだな。さあ3位キープかな。オッケー、あ2位いけた、2位いけたそんな感じですね。ちょっと途中途中ね話があんまりまとまりきれてなかったんですけどね、皆さんのところでは台風どうでしょうか。最終レースも 150cc 人気コースの任天堂64ピーチサーキットで締めていきたいと思います。この部屋ね、ピンクゴールドピーチがいるんですけど、普通のピーチ使ってる方がいませんね、確か。うん。大丈夫、3位スタートの方ですね。よろしくお願いします。ということで、台風ね、接近してるってさっきね、話したんですけど、千葉の方も多分見てると思うんですけどね、しっかりね、準備しておくといいかもしれませんね。てか、本当千葉県の方々ね、大変だと思うんですけど、いやー、めっちゃ押される。なんでなんでなんで。すごい押されるんですけど、最終レースもしっかりね上位締めていきたいと思いますので、よかったら高評価のポチッと押していってください。さあ過去これ出たか、なるほど、後ろもしっかり見ないと。でここね普通ジャンプアクションしないんだよな、ここ普通ちょっと間違えてしまったんですけど、さあコインも5枚と。さあケツつけて、どうもり女性バージョンの方にちょっと赤コーラ持ってたんで当てられそうかなと思ったんですけど大丈夫でした。でここはアウト膨らんでコイン取っていこうか。 OK、そして2周目入っていきます。オッケー。いやーこれ裏逆だったら昨日一ここで消化してアイテム交換したかったんですけど、いや持っておくべきやなこれ。スーパーウルトラ貯めていこうか。オッケー。さあファイヤー避けて、ファイヤー避けを達人発揮していく。でここで1個使ってジャンプしてダッシュ版で復帰していきます。さあブーメランも後ろから来てるんですけども、さあ次こそねここでミーターボジャンプアクションする走法でいきますか。でトゲも来たんで空中で当てられないように注意して、ここショートカットキノコ使って1枚出れた、ナイス。1位キノニホジ強いけど、ただ防御アイテム持ってないのが痛みですね。後ろから赤コーラ来てないか。ここでキノコと何かしら防御持ってれば結構強いんですが、キノニだからな復帰用としか使えないんですよね。
とりあえずインついてウルト貯めていこうか。貯めていいね、ギリギリ貯めていく。ほんとワリオパタってめちゃめちゃ使いやすいね。ちょっとしばらくこのカスタム使っていきたいね。で2つしっかり潰していくというか意味なかったか。とりあえずインついて、いや最後お父さんだけなきゃ、ね、いいんですけど。さあミータボ解放してサファイア避けていいね。ここはもうアイテム交換しないでショートカット決めていいね。最終レースピーチサーキットはそして1位で飾れるのは嬉しいんですけど、1位だったら皆さん高評価をしてください。本来この言葉をね、あのスタートの時に言うべきなんですけどね、これはせこいですね。ということでよかったらね高評価、うん、とりあえず押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいんで、ぜひぜひ。あトゲ今来たけど大丈夫でしたね。はい、そんな感じで今回もね、なんか結構差がすごいね、あの1万レート以下の方と4万レートの方もいたりと、レートの幅が大きいんですけどね。今回も悪い字じゃなくて、今回もワリオパタテンカスタムでね、レート対戦の方ね、楽しんできたんですけどもね、もしね、この動画が面白いと思ってくれましたら、高評価の方、ポチッと押していってください。もしね、僕の実況が好きになったと、僕のことがね、好きになったと、いろんな意味で、という方をですね、今年中に1万人登録者数ね、目指しておりますので、ぜひぜひね、チャンネル登録していただけると、とても嬉しいんで、お待ちしております。そんな感じでね、ご視聴ありがとうございました。朝からね、最後まで見ていただき、本当に嬉しいです。ではでは、カズマルクスでした。それではバイバイ。